びっくりしたっしょ。ママ、パパ起きたよ。あらあら、パパお仕事で疲れてるんだから、お休みの日くらいゆっくりお休みさせてあげればいいのに。それじゃあ平日学校の私は、パパにいつ構ってもらえばいいわけ？構ってって、もう高校生でしょ？いつまでも親離れできないんだから。あなたもびっくりよね。昔はいつ反抗期が来るかビクビクしていたのに、未だにこんなにも甘えん坊なんだから。反抗期なんていいことないっしょ。家族みんな仲良くが一番だし。っていうか、別にうちのパパはうざいって思うことしてこないし。でも、どっか連れてってもらおうかなって思ってたけど、確かに結構疲れてるっぽいしな。あなたや私たちのためにいつも働いてくれてるの。特に今週は忙しかったみたいだし、ゆっくりさせてあげましょう。それはわかるけど、なんかこう、もっとねぎらうみたいな。なんかな、ママはパパが疲れてると何かしてあげてた？何って、そうね。昔はよく肩を揉んだりなんかもしてたけど、私の力じゃあんまり意味ないみたいで、そういうのは整体師さんに今は任せてるみたいね。あとは、そうね。あ、耳かきなんかしてあげてたわね。耳かき？そうそう。この人ったら人に耳かきされるのが好きみたいでね。ママに膝枕されて耳かきされるの最高だよなんて言ってたわ。はい、それ採用。さすがママ。パパ。はい、私の膝。寝て。キョトンとしなくていいから。早く。ほーら。なんか変な感じかも。あらあら、この子ったら。耳かきは、あった。じゃあ、パパ。今からお疲れのところに、娘の耳かきを見舞いしてあげるから、たっぷり癒されてね。きっとママのよりも気持ちいいから。答える必要もないくらいトロンって顔して娘にしてもらえてるのが相当嬉しいのね。ママは黙っててパパに聞いてんだから。ほらほら、気持ちいいよね。よかったよかった。そんなにデレデレした顔して、なんだかママ焼けちゃうな。私の方がうまいって証拠っしょ。ああ、そう言われたらママだって黙ってないわよ。左耳はママがやりますからね。いいよ別に。ママは皿洗いでもしてて。ダメ。娘に負けてられるもんですか。特にパパのことに関してはママが一番じゃないとダメなんだから。やっぱり一番のライバルはママなんだね。なんか不思議だな。
昔は私がパパに膝枕してもらったりしてたからさ。膝枕もそうだけど、膝の上に座ったり、パパの底があなたにとってお気に入りの場所だったわね。そうそう。で、今は私がしてるわけっしょ。これが駿河の風景か。いつも大きいパパがなんか少しだけ小さく見えて可愛いかも。あなたも娘に膝枕される日が来るなんて思わなかったですよね。実際さ、学校のみんなはやっぱ反抗期ってやつだと思うんだよね。親父うざいとか、そういう愚痴よく聞くし。あなたくらいの年頃だとどうしてもね。それで同意求められることもあるわけじゃん。けど私、嘘つけないから。え、私パパめっちゃ好きだけどって答えたら、みんなからファザコンファザコンって言われるようになってさ。けど、仲悪いよりはいいわよね。そうそう。むしろ家帰ってギスギスしてるとか最悪っしょ。心安らぐ場所であれし。あなたが親離れできないように、パパも子離れには時間がかかりそうね。いいよ、子離れなんてしなくて。寂しいし。それじゃあ彼氏とかもできないわよ、なんて。しばらくはいいかな。恋愛ってよくわかんないし、友達とワイワイしたり、パパとママと過ごしてる方が楽しいしさ。まあ、たまに告白みたいなのはされるけどね。あら、パパもピクッとした。私の歳ならとりあえず恋愛して、とりあえず浮ついて。きっとそれでとりあえず傷ついてって繰り返すのが普通かもだけど、それも時間の無駄かなって。ま、本当に好きな人ができたら、そん時はめっちゃ恋愛脳になりそうな気がするけどね。私の場合。好きに一途でまっすぐなところは、きっとママに似たのね。なんて、自分で言ってみたり。あ、でもそうだよ。二人を見て育ったし、私も二人みたいな関係性になれるような人と一緒になりたいなって思ったから。ま、そんな人なかなかいないんだけどね。私に好きな人ができた時が親離れの時かな。それまではパパが一番だから安心してね。上手。綺麗になったじゃない。はーい。じゃあ反対向いて。左もやるし。ダメ。次はママのお膝。ね。流れでいけると思ったのに。だってさ、選手交代。パパへの膝枕なんていつぶりかしら。あなた、お待たせ。私の耳かき、楽しみにしてたでしょ。ちょっとママ、誘惑禁止。このエロ夫人、人妻。あらあら、人妻なのは当たり前じゃない。だからあなたが生まれたのよ。それじゃ。始めましょうか。
あら、ここが気持ちいいんでしょう。お見通しなんだから。心なしか、パパの顔が私の時よりもトローンってしてる気がする。ママがパパとどれだけ一緒にいると思ってるの？この人の気持ちいいところなんて、全部知ってるんだから。やっぱりエロじゃん。エロ人妻レベル100じゃん。けど、確かに気持ちいいところを刺激できるのはママかもしれないけど、気持ち的に幸せってパパをしてあげたのは、きっとあなたね。え？手塩にかけて育てた娘が、昔は自分が膝枕をしてあげていた娘が、今度は自分にしてくれるんだもん。親としてそんなに嬉しいことはないんだから。羨ましいなって思ったんだから。じゃあ後でママにもしてあげるけど。ママの喜ぶことしてくれるの？まあね。パパだけ不公平だし。うん、嬉しいわ。それじゃあお掃除と今日のお夕飯。あ、もちろんお皿洗いなんかも全部お願い。はあ？ママずるい。それは罠だって。ママの喜ぶこともしてくれるのよね。とっても幸せだわ。やられた。けど懐かしい。こうやってると、付き合ってる時、新婚の時を思い出すわね。パパとママって、どっちから告ったの？ママに決まってるじゃない。この人、本当に鈍かったんだから。あーねー、確かに。当時ママは生徒会にいてね、放課後ガラスが割れる音がしてね。何事？って思ったら、パパが犯人だったの。え？パパ不良だったの？そう思うでしょ？けど実際は、お友達と教室で、ほうきとガムテープで作ったボールで野球してて、それで、蛍光灯割っちゃったんですって。捨てられた子犬みたいな顔しててね。そこから反省文を書いてもらいに生徒会室に来てもらって、仲良くなってって感じかな。学生時代のパパ、ただのアホじゃん。けど、確かに告白したのはママからだったけど、パパだって、私のこと本当は大好きだったんだからね。ね。この人ったら、私と同じ大学に行くためにすっごい勉強したんだから。え、でも…そう、結局大学には行かず、卒業してすぐに結婚しちゃった。そうだよね、同じ大学でしたなんて話聞いたことなかったもん。一分でも早くパパのお嫁さんになりたくて、だからって言ってね、あなたが焦る必要はないの。好きな人ができてって、本当にタイミングだから、今は今を楽しんで。ママ…けど、本当に好きな人ができたら、どんな手を使ってでも手に入れるのよ。ママだって逃がしてなるものかって、いろいろな手を使ったんだから。急に怖いんだけど。あらあら、パパったら耳が真っ赤。昔話されて恥ずかしくなっちゃったのかしら。可愛いんだから。二人の馴れ初めがそんなくだらない理由だったとか知らなかったんだけど。
運命的な出会いをしても運命的なハッピーエンドに結びつくとは限らないんだから、結果が幸せなら入り口はどれだけ滑稽でもいいのよ。こっちも綺麗になりましたよ。でんで、どっちが良かった？私っしょ？あ、さっきの幸せポイントで考えて。ダメよ、技術点も入れてもらわないと。もちろん私よね、あなた。パパ、反抗期になっちゃうよ。いいの？ひねくれるよ。どっちも選べないってさ、こういう人なのよパパは。ただの優柔不断じゃん。だったらママに勝てるまでパパを癒すまでなんだけど。次はね、よし、一緒にお風呂入ってどっちが気持ちよく体を洗ってあげられるかにしよう。あらあら、まあまあまあ、それはさすがにねえ。ほらパパ困ってるでしょ。じゃあ次のお休みにまた耳かきしよう。勝つまでやるんだから、絶対ママよりうまいって言わせてみせるし。これはやっぱりしばらく親離れできないわね。よかったわね、パー。